お花紙を使って巻き寿司を作りましょう。黒いお花紙を海苔にします。白いお花紙がご飯です。白いお花紙をくしゃくしゃにして黒いお花紙の上にのせます。茶色はアナゴです。細長くしてのせます。他にも入れたい具材を一緒に入れたら、のり巻きの要領でくるっと巻いていきます。巻き終わりにのりをつけて、水のりかボンドがいいです。止めたらこれを切ります。斜めに切ってみましょう。こんな感じにできました。今度は太巻きです。ご飯をたっぷり入れましょう。一度一緒にしてくしゃくしゃにしたら、それを広げて黒いお花紙の上に置きます。具材もたくさん入れましょう。最後にもう一度白いお花紙をのせて、できるだけふわっと太く巻いていきます。巻き終わりはやはり水のりかボンドで留めてください。今度はまっすぐに切っていきます。細く切るときは中身が飛び出さないように気をつけてください。先ほど作った細巻き寿司と一緒に盛り付けてみましょう。巻き寿司弁当の出来上がりです。唐揚げや鮭など他の具材と一緒に盛り付けてみました。